タマトンガは、トンガ王国の男性プロレスラー。ヌクアロファ出身。現在は新日本プロレスを中心に活動している。本名は、アリペイトフィフィタ。大相撲、旭山部屋出身の元力士であり、アメリカの WCW や WWF で活躍したキングハクは養父。かつて、カマーチョのリングネームで WWE に所属した、タンガロアは重低であり義定。 ヒクレオは実帝。1991年に、実定のタウラと共に、おばの夫であるハクの養子となる。父となったハクから、レスリングの英才教育を施され、その後、チーム 3D アカデミーに入門。卒業後は、フロリダ州を拠点とするインディー団体である、WXW を中心に活動。WXW では弟テビタと、 サンズオブトンガなる兄弟タッグチームを結成して、兄はカバ、弟はヌクのリングネームとして活動した。2009年2月にヌクが WWE と契約を交わして、WXW から脱退してからは、アフロボーイを新たな相棒として、サンズオブトンガを継続するも、WXW タッグ王座を獲得するに、至らなかった。アフロボーイとタッグを決別すると、同年5月より、 シングルプレイヤーへと転向 WXWTB 王者へと照準を絞り、6月20日に WXWTB 王者である、リチャード J クライアドに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2010年1月、プエルトリーコのメジャー団体である、WWC にて、キングトンガジュニアのリングネームで参戦。同月30日にカルリトスを相手に、 デビュー戦を行い勝利した。2月より、アイドルスティーブンスとアメリカンファミリーなるタッグチームを結成し、サンダーライトニングと WWC 世界タッグ王座をめぐって構想を開始。4月3日の王座戦では敗戦するが、翌4日にサンダーを襲撃して、不傷欠場に追い込み、2対1のハンディキャップマッチでの王座戦をライトニングに組ませて勝利し、 卑怯な手段ながらもベルトをダッシュした。2010年5月8日、新日本プロレス主催のスーパー、j t タグトーナメントに出場予定だった、タイガーマスクのリザーバーとして参戦し、父であるハクが使用していた、リングネームにあやかり、タマトンガとリングネームを変更した。デイビー・リチャーズとタッグを結成し、1回戦で、金本コージエルサムライと対戦。 破れはしたものの試合は高評価を得て同年に開催されたベストオブザ・スーパージールに初出場を果たした。以降定期的に新日本に参戦し2010年後半からは後藤博士大木とタッグチームアレ・トンガを結成。その後は G1 タグリーグなどヘビー級戦線での活動が多くなり2011年からは本格的に ヘビー級転校を宣言。5月3日、レスリングドンタク2011にて、メキシコ遠征から帰国した、後藤のパートナーとして、プロレスリング、ノアの杉浦隆志橋誠と対戦。試合中にノータッチプランチャスイシーダを放った際、右肩から場外の床に落下してしまい、後日右肩脱球と診断され、長期欠場。また、この負傷が原因で、 出場予定とされていた、初代 IWGP、インターコンチネンタル王者決定トーナメントも、欠場となった。2012年10月、メキシコのメジャー団体である、CMLL に参戦。同団体に所属しているエル・テリブレとタッグを結成し、11月13日に、アトランティスディアマンテアッスルの保持する、CMLL 世界、タッグチーム王座に挑戦。 ヘッドシュリンカーでディアマンテアスルから、ピンフォール勝ちを収めて、同王座に退官。12月11日、ラ・マスカラバリエンテの挑戦を退けて、タッグ王座の初防衛に成功。2013年4月7日、インベージョンアタックにて、再びマスカラバリエンテと対戦し、挑戦を退けて2度目の防衛に成功した。バレットクラブ5月3日、プリンス・デビット。 カール・アンダーソン、バッド・ラック・ファレラと共にバレット・クラブを結成し、ヒールターンを果たした。7月5日、CMLL 世界タッグ王座をかけた試合で、棚橋・博史重心・サンダー・ライガーと対戦。パートナーのテリブレが、ピンフォール負けを喫して、王座陥落してしまったが、9月14日、レーブ・カネロを新たなパートナーにして、リターンマッチを行う。 セコンドについた BC の介入で優位に立ち、最後はライガーからヘッドシュリンカーで、ピンフォール勝ちを収め、第35代王者組に返り咲いた。2015年6月13日、ニュージャージー州を拠点とするインディー団体である、JCW に参戦。JCW ヘビー級王座を保持する上位ジャネーラに、挑戦して勝利し、特別立会人として試合を見届けたリッキー。 スティムボートにより、ベルトを手渡された。2016年1月4日、レッスルキングダム10の舞台で、ファレ、高橋博士二郎とタッグを組み、新設されたネバー無差別級6人、タッグ王座をめぐり、カオスの矢の 2&、ブリスコブラザーズと対戦した。ブリスコブラザーズの連携技ドゥームズデイデバイスを決められ敗戦した。その後のシリーズでは、ファレ、 高橋と共に矢野との構想を繰り広げ、2月11日、ザニュービギニングイン大阪にいて、再び矢野ブリスコブラザーズと対戦。矢野のオカブを奪う、急所攻撃からベレノを炸裂させ、勝利。第2代ネバー無差別級6人、タッグ王者に輝き、新日本参戦以降初の王座大会となったが、14日の、 ザニュービギニングイン新潟で行われた初防衛戦で高橋がピンフォール負けを喫してしまいわずか3日で王座を手放した。同日セミファイナルで行われた IWGP タッグ選手権試合にて防衛に成功した GBH の前に姿を現し新たな BC メンバーを引き連れての挑戦を表明した。3月3日ニュージャパンカップに出場。 一回戦で新壁と対戦し、ガンスタンからベレノを決めて、勝利を収め、番狂わせを起こした。翌4日、二回戦で、後藤博士大輝と対戦したが敗戦した。12日の NJC 最終戦にて、ファレ、高橋とのタッグで、棚橋博士新壁本間と対戦。本間に、ベレノを決めて、勝利を収めると、試合後に、改めて、 IWGP タッグ王座挑戦をアピール。そして BC 新メンバーで共に挑戦するタッグパートナーの正体がタンガロアと名乗る自身の弟であることを発表した。同月27日 NJPWVS バレットクラブシングル5番勝負と名打たれた試合で新壁と対戦。終盤には BC の名優であったアンダーソンの得意技である。 ガンスタンを炸裂し、ベレノでとどめを刺そうとするが、ブレーンバスターで切り返されると、スパイダージャーマンからキングコングにリドロップを放とうと、コーナートップに立った新壁を突如乱入してきた、タンガロアが突き落とし反則負けとなった。4月10日、インベージョンアタック2016にて、IWGP タッグ王座を保持する、GBH に挑戦。 終盤にこけしを連発するほんまに苦戦したものの、エルボー合戦に敗れて、ほんまのこけしロケットを喰らい、ほんまが、こけし落としの体勢に入ったところに、タンガロアがカットに入り、形勢を逆転、ほんまにパワーボムとリバース DDT の合体技から、ゲリラウォーフェアを決めて勝利。初の IWGP 王座を手にした。G1 クライマックスに初出場し、 棚橋を破るなど検討を見せたが、結局は4勝で終わった。2018年8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28は B ブロック予選を3勝6敗、勝ち点6で敗退。同大会に出場しなかったタンガロアが、介入するなどして、リング上を混乱させた。2021年1月4日の東京ドーム大会で、 ロアとのタッグで、タイチザック・セイバー・ジュニア、組を破り、歴代最多となる7度目の IWGP タッグ王座大会を果たした。ベレのゲリラズ・オブ・デスティニーが大義を参照。ありがとうございます。